統一地方選73人を第一次公認。5月29日に開かれた党中央幹事会で、来年春に行われる統一地方選予定候補に、同県政令市の11議会59選挙区73人を第一次公認として決定しました。挨拶した山口夏男代表は、連立政権の下で重要な大規模な選挙になる、党一丸となって、この公明党のネットワークの力、これを一層強力にして国民の期待に応えてまいりたいと、と決意を語りました。限定行使で懸念。5月28日衆院予算委員会の安全保障政策をめぐる集中審議が行われました。公明党の遠山清彦氏の質問に対し、安倍晋三首相は、首相の私的諮問機関安保法制局の報告書が示した個別集団的自衛権の行使において制限がないとの考え方は政府として一度も取ったことがないと強調。自衛隊が武力行使を目的として湾岸戦争やイラク戦争での戦闘に参加することはない、そのことを検討することはないと、と言明しました。また遠山氏は、安保法制局が提示した集団的自衛権行使の限定行使の要件に示された国際秩序そのものが大きく揺らぎうるかなどは、大雑把な解釈の幅が極めて広い判断要素で、これ認めてしまうと憲法9条の規範性そのものが失われかねない、との懸念を示しました。国民的合意へ役割果たす。公明党の井上義久幹事長は5月23日国会内で記者会見し、安全保障に関する与党協議会での議論に関して、国民の命や暮らしをどう守るかと、我が国をどう守るかということですから、できるだけ幅広い国民的な合意を作り出していくということが重要ではないかと、公明党としてそういう役割をしっかり果たしたいと。で、我々としては初めに結論ありきと出口ありきということではなくて、一つ一つの課題について真摯に議論をすると、との考えを述べました。グレーゾーン事態を議論。自民公明両党は5月27日安全保障法制整備に関する協議会の第2回会合を開きました。自民党から高村正彦副総裁、石破幹事長ら、公明党から北川和夫副代表、井上義久幹事長らが出席しました。席上、政府は外国からの武力攻撃に至らないグレーゾーン事態など武力の行使に当たりうる活動に関する合計15の事例を提示。これを受けて自公はまずグレーゾーン事態から議論を始めました。国際社会で日本の経験生かす。公明党の山口夏男代表は5月27日来日中のスロバキア、ウガンダ、リビアなど6カ国の国連常駐代表一行の表敬を受け、意見交換しました。山口代表は一行が被爆地広島を訪れる予定に触れ、日本が第二次世界大戦後に平和国家として復興を成し遂げ、国際社会で貢献し、近代的な産業と伝統的な文化を共存させている姿を知ってほしい、と述べました。人口急減、英知集め回避へ。公明党の人口減少問題対策本部は29日国会内で初会合を開き、元総務大臣の増田寛也東京大学公共政策大学院客員教授が、人口減少社会の設計図をテーマに講演しました。
増田氏が座長を務める民間有識者らによる日本創生会議は5月8日、全国の市区町村の約5割を占める896自治体が将来消滅する可能性があると推計・分析しています。対策本部顧問の井上義久幹事長は、自治体がなくなるということは住民にとっては極めて深刻な問題だと指摘。将来も国民が安心して行政サービスを受けられる仕組みを構築することが政治の最重要テーマだとの考えを示しました。企業の事務負担軽減へ。自民公明の与党両党は5月23日国会内で税制協議会を開きました。今回の協議では、軽減税率の導入にあたって中小企業を中心に税率が複数となることで経理事務負担が重くなるとの懸念が強いとして、具体的な経理手法に関して利点や問題点を議論しました。国会改革、与野党7党が合意。与野党10党は5月27日、国会対策委員長会談を開き、自民公明の与党両党と民主、日本維新の会の4党実務者間で取りまとめた国会改革案について、みんな、ゆい、新党改革の3党を含めた7党で正式に合意しました。次の国会から衆院で先行して実施します。なお、共産、生活、社民の3党は反対しました。7党が合意した改革案は、首相の本会議や委員会への出席軽減や党首討論を原則で月1回実施することなどが柱で、国会審議の充実を図ることを目指したものです。23日に行われた自民公明の与党両党と民主日本維新の会の4党の実務者協議で、その改革案について合意していました。2法案審議入りで質疑。5月23日、教育委員会改革を盛り込んだ地方教育行政法改正案が参院本会議で審議入りし、公明党の新妻秀樹氏が質問に立ちました。新妻氏は、いじめや体罰への対応を含めた教育委員会改革の必要性を強調。また、教育委員会と首長の話し合いの場として新設する総合教育会議に触れ、市長が教育委員会の執行権を侵食するようなことがあってはならないと考えますと訴えました。独立行政法人独法の業務を効率化するための独法通則法改正案が5月28日参院本会議で審議入り。質問に立った公明党の河野義弘氏は、司務大臣が行うことになる独法の業績評価について有識者会議を活用するなど、国民に見える運用を求めました。